子猫の地位が始まるよ。こいち早い。もうない。まだ食べる。なんだ提供でお送りします。配達ご苦労様です。さてと今日も外も面白かったよし、お母さんできたよ。いいわね、ここに敷きたかったのよ。汚さないように気をつけてね。はーい。あ、ちー帰ってきた。ご飯、ご飯、ご飯。え？あー、ちーの足汚れてる。傭兵、雑巾持ってきて。はーい。ダメ、止まれ。いい、そのまま動いちゃダメよ。なんだ。絶対に絨毯はダメよ。なんだなんだ。あ、そっか。ほら、ちー、ここだよ。
ここだってば。え、どうしたの？どうやら捕まえて拭くしかないよ。ね。いやおとなしく捕まんなさい。うん。よめ、そっち行ったわよ。ちー、待て。捕まえろ。なんだ。あ、ちー、そこはダメ。ふ、にゃ。ただいま。いいもの買ってきたぞ。ん？足跡。おお、逃走経路だな。こういうのも可愛いよな。こう行って、こう来て。で、ここにたどり着いたのか。うん。お父さんのシャツの上に。へえ。猫だから仕方ないのはわかるんだけど、困るわよね。はあ、よーし、今のうちに。あ、なんだ。寝ている間に終わらせちゃおう。危ないとこだったわ。やっぱりここだよな。なにこれ。観葉植物のポトスだ。傭兵も世話するんだぞ。はい。お母さんにも見てもらおうか。うん。なんだ。増やしやすいらしいから家が緑でいっぱいになるわね。そうだろう。楽しみね。お父さん。ん？ポトスが。あたしおもちゃよ。ちー。増える前に絶滅だよ。ねえ、これちーが口にしても大丈夫？猫に危険な植物はアロエ、マーガレット、プリムラ類、ジャスミン、ポトス。ポトス。チー、大丈夫かしら。チー、ダメダメダメ。ポトスはダメ。お父さんも独り占めだな。気づかなかったけど、チーに危ないもの結構あるんだな。ビニールの切れ端、ダメ。チョコレートはダメ。
あら、みんなどうしてキーの邪魔す。傭兵が赤ちゃんの頃と同じね。チーのためにも危険なものは片付けよう。うん。みんな何なんだ。終わった。触られたくないものは高いところにやったし、今は完璧ね。よし、次は洗面所だ。もう血入れてあげて大丈夫よ。うん。血、にゃ。おいで。にゃ。傭兵、ちょっと手伝って。はーい。あれ、血のおもちゃ。みんな一人占めだな。掃除終わりどうした。ちー、ティッシュの箱は。キーのものだよ。危険はなさそうだし、まあいっか。ちょっと困るけどね。でもこれで足も綺麗になるね。え？わーい、独り占め。にゃ。犬が怖いって？よし、外で冒険する時のとっておきの技を教えてやる。次回、チーレッスンする。特訓だ、チー。にゃー。